2022年6月30日。追加コンテンツ出たー。やーっぱりーコメントー厚コメ。ということで、赤いマグカップのレイムと青いマグカップのフランです。コンディショナーが絶対余ってしまうマリサです。ついに出ましたね、追加 DLC。 全然やる気なんてなかったんだからね。はい、しっかり積んでね、ありがとうございます。 DLC 制覇しなかったら総理大臣の家に裸踊りしに行きます。普通に捕まるからやめて。岸田さんびっくりしちまうよ。それにいいねの数もたくさんいただいてしまったので、これは続きをやらないわけにはいかないな。この時マリサは知らなかった。この災難が自分に降りかかることになろうとは。あれ？今一瞬画面途切れて。伝説の精霊チャリス様からあんたらに伝言を頼まれたんだ。助けがいるみたいだぜ。とても遠い島でまか不思議なものを見つけたそうだ。イカダが待ってるぞ。え？こんなんまだ引き返せますよね？ああ、今ならまだ引き返せるぞ。ポチッとな。あー。この時もマリサは知らなかった。この行動が自分の首を絞めることになろうとは。こうして赤いカップのレイムと青いマグカップのフラン、そして伝説の精霊チャリスの旅が始まるのであった。え？伝説の精霊チャリスって何？お前は知る必要はない。いや、絶対私に関係してきそうな感じがするんだけど。おい、教えろって。伝説の精霊チャリスってなんだよ。さあ親父、スピードを上げてくれ。おいー。長い旅の始まり。チャリスは一体何を見つけたんだろうな。さあね、わからないよ。彼女が無事だといいんだけど、僕たち随分遠くまで来ちゃったね。ということで帰ろうか。帰るな。嬉しい、来てくれたのね。最高にびっくりするようなニュースがあるのよ。それもこれもこのクッキーのことなの。一口かじってその目で確かめてちょうだい。え？いいのかい？本当にいいんだね。どうなっても知らないからね。すげえ念押すじゃん。聞いたわ。本当に聞いたわ。私生き返ったのね。でも僕はお化けになっちゃったよ。ということはフランずるいぞ。一体どうなってんだ？さっぱりわけがわかんないよ。2杯ともついてきて、みんなに説明してあげるから。せめて2人と言ってくれないか？すっごく長い間私は誘拐から抜け出す方法を探していたけれど、見つけることができなかった。今まではね。ではあなたたちにご紹介します。シェフソルトベーカー、世界一偉大な料理人よ。我はパティスリーへようこそ皆さん。親チャリスさん、私のクッキーの効果は絶大なようですな。シェフ、あなたの腕は本物よ。あらま、びっくり仰天。おかえりフラン。またお化けに戻っちゃったわ。それはそれでいい気がするが。おやおや、全く気まぐれなクッキーですね。美味しさは長続きしないというわけですか。がっかりすることはありませんよ。悩める可愛いおちびカップさんたち。私はすでに驚くべき新メニューを編み出したのですから。さすがシェフね。このワンダータルトはたった一口で、誘拐を思いのままに支配することができるのです。ワンダータルトならチャリスを生き返ったままにできるのか？入れ替わりはなしで？いかにも、ただ一つ問題がありまして、このレシピに必要な材料を持っているのは最強最悪の悪党たちなのです。チャリスが生き返るためにワンダータルトが必要だっていうなら、俺たちがその材料を持ってきてやるよ。なんでお前は後先考えずに発言しちゃうの？覚えておきなさい。チャリスでプレイするときはメニューのお守りにクッキーを装備するのですよ。なるほど、誰かと入れ替わりでチャリスを使えるのか。ちょっと待って。ここのお守りをクッキーにすればいいんですね。だからちょっと待って。中コントリースカ組と闇の酒蔵ブギウギー。さあ行きますよマリサ、どうですか？今まで傍観してたのに急にステージに来る気分は。あら、うちの子のおむつを変える時間ですわ。マリサ落ち着け、ロボットは排便しない。ぶわっこい。まあ所詮ですからね。被弾するのがしごぶわっこい。レイムさん。アドバイスが欲しいんですか？いやマリサ、まだ一回も被弾してないから。おーい、そうですね。初心者のマリサさんにアドバイスをするとしたら、耐える。頑張る。諦めない。具体的なアドバイス何もなくてさ。おい、待機席に入った途端随分と余裕じゃねえか。まあな、口だけ出してればいいのは楽でしょうがないぜ。そこは私のポジションだったのに。てかこの武器じゃ下に出てきた雲に当てられませんね。武器を見直す必要があるかもしれないな。そう初見はそうやって分析をすることが大事です。奥から小バエが出てくるのにも気をつけないと。今までありがとう。レイムさん、まだ始まって約30秒しか戦闘を共にしてません。闇の底から舞い戻ってきましたよ。うわ、爆発した。触れると爆発する仕様になってるみたいですね。いやー。この位置でパリするのも難しい。芋虫、小バエも近づいてきてる。誰か小バエホイホイ持って。小バエにやられました。待って、全然進んでない。これが絶望というやつだよマリサくん。この後も武器をブーメランのままで戦い連敗地獄。早くももう7戦目に突入いたしました。7戦目でやっとホーミングに武器をチェンジしましたよ。気づくのが遅すぎる。私は初心者ですからね、気づかなくて当然ですね。中の人ってもう何年初心者ですからね、しょうがないですね。で、お前なんでまだブーメラン使ってるんだよ。やはり前回裏ボスを倒す時にお世話になりましたからね、敬意を表して使ってます。時と場合を考えよう。いやー、芋虫嫌い。うわー、騒がしい。だってお前、芋虫が体に当たっちまった時のこと想像してみろよ。保健室行ってきていいですか？ダメです。おっと、これはブーメランを当てる絶好のチャンスがー。レイムさん残り HP。まあ、別れの時。何このキャラ、パリーめっちゃしにくいんだけど。前のと全然違うわ。いや、前のパリーがどうだったかなんて全然知らないんですけどね。お前、中のやつ同じ。今までありがとう、お前はいいやつだったよ。敵が増えたー。てか爆弾多すぎて移動する場所がねえじゃねえか、処理しろ。あの雲が持ってるボタンさえ奪えれば。レイムさん、そういうゲームではありません。いや、マジで爆弾多すぎれん。今爆弾処理してますから。爆弾処理はせん。今助けるぞー。やっぱホーミングだね。だから言っただろうが、そのステージに合う武器ってのがあるんだよ。まるでクロート発言っていうことをカップヘッド専門家が言ってた気がする。アリが放出する煙みたいのがめちゃくちゃ厄介なんだが、あいつお前らを狙って撃ってくるとかじゃないんだよな。適当なんだよ適当。そして芋虫の動きも厄介なんだが、カップヘッドなんてクソに厄介なやつしかいねえっての。厄介なゲーム。あ、お前またそんな端から煙出そうとしてんだ。おい、逃げんじゃねえ。あいつ出すもの出したらいなくなります。倒すこともできないってのか。おったな、お前だけは許さねえ。やったー。ステージクリアした時と同じくらい。お前マジで何匹いるんだよ。1匹見たら300匹はいると思ってください。いすぎだろ。ということはあいつをどんだけ倒しても無駄ってことか。煙を放出する前に倒せればいいですがまあ不可能でしょうね。それよりもこのコバエと爆弾を処理していった方がいいってことだ。こっちにはありー。いや忙しすぎないかこのゲーム。それは今に始まったことじゃありません。もうそろそろ倒れてくれませんかね。ホーミングだからダメージは一番少ないんだよな。あいつ電話でコバエ呼んだぞ。友達がコバエとかどうなのかしら。いや煙こっち。前からは芋虫ー。いやよく見たら芋虫も無理やり連れてこられてる感じだな。思いっきりケツ叩かれてましたよ。あのくもマジで許せねえ。では、とは頼みました。お前だけ楽にはさせねえ。ありがとうございます。これでにっきくもとこのアリやろう。あ、私顔が爆弾になっちゃったみたい。うらー。何やってるんですかマリサ。集中力切れた。わかるぞマリサ。これは集中力との戦いでもある。でもこの激ムズ鬼畜芸をクリアした後はなんか少し大人になっている気がするんだ。間違いなく後退してますね。あー。マリサ、お前を見捨てたりはしない。一緒に下水化をしたクモを倒そうじゃないか。おい、また電話でコバエを呼ぼうとするな。やったー。ご視聴ありがとうございました。まだまだ続きます。嘘でしょもうHP1 しかないんですけど、ここで倒せなくても分析だけでもするんだ。ポジティブマリちゃん、この緑のモヤモヤは何でしょうか。ぶつかっても問題ないみたいだ。問題ありました。半分も言ってねえ。おいレイム分析結果はどうだった。あいつもういねえよ。マリちゃんのプレイを見ながら食べるハーゲンダッツは最高だぜー。アイスのつまみになりますな。だからその早くやられた方が優遇されるシステムなんなの。マリちゃんもこっち側に来るかい。それだと誰が戦うんだっつーの。違側に行かねえよ。私はクリアして美味しいハーゲンダッツをいただくんだ。全部食べちゃいましたけど、はお前とはいつかこうなると思ってたよ。さっきもこうなってましたけど、マリちゃんに撃たれた。これそもそも弾入ってねえし。そろそろ攻略法見つけて。もう分かってんだよ。このモヤモヤが赤くなったらぶつかるとやられるんだよ。ありー。ありにやられてんじゃねえ。あー。いつものことだが、またしても攻略法を見つけられないまま連敗を繰り返す。そうして29戦目を迎えたその時、レイムはなんとなく攻略法を掴み始めたのだ。私は先に行きます。まあ私は後を追いかけるつもりはないがな。なぜなら攻略法を見つけてしまったからだ。はい見ましたか皆さん。あすみません踊ってる蜂を見てました。何見てんだよ。いいか？親切にもこのモヤモヤは緑、黄色、赤と変わるようになっている。信号機みたいだね。ということは赤になった時に煙玉で瞬間移動する。ありー。お前のさっきの所要忘れてないからな。すごい根にもたれててさ。この真ん中の蜂は自分が攻撃されてるとも知らずにただ踊り続けるだけですからね。じわじわと体力を削られてるとも知らずに幸せなやつだ。なんだろうあの蜂がかわいそうになってきた。こうなると最弱キャラにさえ見える。お、やりましたよ。次で最後か。もう私不在で倒しちゃってくれ。あの蜂、踊れれば戦いなんてどうでもいいって感じだったんだな。そういうやつ嫌いじゃないぜ。さあこいつはどんな攻撃をしてくる。いや逃げたところにも花ー。いやそしてしたー。気持ち悪い。しかも鼻くそ投げてきやがった。アリとかコバエとかが満載だったぞ。やべえお下品な敵だわ。霊夢とちょうどいいじゃないか。私お下品とはほど遠いっす。おいやな死に方。いけそうな感じは出てきたな。意外と早い再開。まあ蜂は攻略法掴んじゃえばなんてことないです。あいつ頭にカタツムリ買ってんのか。そこはマリサと同じなんで共感持てますね。私帽子の中に何も買ってないですけど。私必殺技無敵なんで危なくなっ使うスキス。ムカつく顔してんな。よし次こそ危なくなったら必殺技使います。これしゃがんでたら攻撃当たらないんじゃねえか。マリちゃん天才ですか。数回戦っただけでもう攻略法見つけちゃいま。わわわ鼻くその中でハエとアリがボコボコしてる。それすっごい嫌なんですけど。どうせ最後の戦いだし必殺技使っちゃうわ。今見た？一瞬大人の女性になったの。すみません私は母上様。ちょっと待ってだからこれ取り難しいんだって。ごめん無理だったわ。必殺技を使わないでやられると心残りだな。よし下が伸びたら鼻くそ攻撃だな。オッケーこれ鼻くそにさえ当たんなければ勝ったわ。そうですよねしゃがんでれば下にも当たらないでしょうし。あこや酒とつまみで乾杯ですわ。おい酒持ってこーい。クリアしようとしてる私を抜かして祝杯あげようとすんな。マリサ鼻くそにだけは注意ですよ。わかってたは。祝杯はあげ損ねました。悪かったな。まあ次は倒しきれると思うがな。ここでずっとしゃがんでいましょう。フラン祝杯の用意しておいてくれ。やっぱりしゃがんでたら鼻くそに当たった。もうお嫁に行け。私も鼻くそに当たった。さあ、お前ら鼻くそに当たりすぎだろ。てかしゃがみじゃ攻撃を避けることは不可能でしたね。ああまさか鼻くそに当たるなんてな。このチャンネル何回鼻くそっていうの。ま、いつからそんなお下品なチャンネルになったんですの。結構もともとだね。おかわいいこと。かわいいこと一つも言ってなかったけど。どうしますか攻略法を見つけたと思ってたらそうじゃなかった時の絶望は半端ないですよ。特にこのゲームではな。おいマリサ何こっちに向かって撃ってきてんだよ。それはこっちのセリフなんだよ。お前の背中は預かった。お前を信用して預けていいんだ。お前に預けたのが間違いだったわ。でも私いないんですけど。マリサは早々にお亡くなりになりました。クリアは絶望的です。私一番下の下攻撃避けれる自信ないです。プププププ。何一人で笑ってんの気持ち悪い。きっと一番下の下で笑ってるんだと思うぞ。だとしたらお前の笑いのハードル低すぎ。え？他おにぎりが食べたいんだな。言ってねえよ。いやちょっと待って。なんだよ。私このピンクのずっと下だと思ってたけど。え？鼻から出てねえ？マジ？私動画でいつから下って言ってた？はい、避けられないのでここで無敵使います。てか今更言い間違い気にするのかよ。ここのチャンネル言い間違いなんて日常茶飯事だろ。それはそれで大問題だから。私下の下で笑ってた。気にしてるのそこかよ。はい、もうそんなダジャレで笑わされたことを根に持ってお前はここで倒します。完全に逆恨みで草。ってことはこれ鼻水だったってことで、ペイントしてくんな、なんかムカつくわ。あの鼻水自由自在なんだが。鼻水の呼吸かよ。それ普通に風邪ひいてる人なんだが。でも一番下に鼻水系が来なければぬるゲーですね。いわば運ゲーですよ。うわ頼むからこっちくんな。最後の最後で運にかけるのってな。やったー。クラン、祝杯の用意ですよ。あいつちゃんと口にも舌ついてたわ。ノックアウトって出ましたよね。そういえばカタツムリ帽子の中にいたな。いやもうこれ旗くれてるって。私は心が折れました。あとはよろしく。確かにあそこでノックアウトって出たらどうした？マリサにしか見えないものでもいた？私は心が折れました。あとはよろしく。自分のミスで自分がダメージ受けてるんだが。おいよく見たらこいつ全然強くねえぞ。弾も一発ずつしか。やったー。そうそう。この終わり方が本当の終わり方なのよ。あれにはちょっと騙されたな。青マグカップが恨めしそうに見てますね。プレイしたかったら交代するぞ。全力で遠慮しときます。お、これがタルトの材料となるものか。全部で何ステージあるんですかね。恐ろしいです。はい。じゃあ次やります？やらないという選択肢は選べるの？エスター・ウィンチェスター・トマヒルの盲言かー。まあやらないという選択肢はないですだろうな。いてよ、誰だよもやっとボール投げてきてんの。懐かしすぎんだろ。ワンチャン今の子わかんない可能性だってあるぞ。てかなにこのカオスな状況。分析する前にやられちまうわ。避けるものはスネークオイル、鳥、うなぎ、任せろ今なら安全に助けられる。あ、安全に。助けられなかったわ。なんでなのマリちゃん。マリサその攻撃が敵に届いてない気がするんだが。届けと念じればきっといつか届くはずだと思ってた時期が私にもありました。アーメン。まあ初見だからこんなもんだろ。全然進んでねえ。どうですか攻略法は見つけられましたか？見つけられるわけありませんね。ということでクリアできそうもないのでここからはマリサちゃんのお料理クッキング。それはそれで無理だから。無理ってなんだよ。それはそれで死人が出るから。死人が出るわけねえだろ。ほらほらあの牛を討伐して BB 級でもしましょう。お尋ね者の牛らしいしな。買って剥ぎ取って BB 級です。モンハンかな。牛が縄を回し始めたら逆側に逃げる。まあ間に合いませんでしたけどね。あの牛よりも厄介なのは爆弾ともやっとボールを投げてくる鳥だな。そうですねスネークインクはある程度距離あれば当たりませんし、うなぎも後ろにいれば避けられるでしょう。あの鳥また爆弾落としていきやがった。そして分散自体は一緒に避難するほど仲がいいって言いますもんね。聞いたことないですね。はいはい、うなぎは余裕でよけ。余裕とは、一見簡単に避けられそうだったのになぜか吸い寄せられていくという不思議な現象である。違います、間違った情報を与えないように。ミサイルが壊れるときなぜか青いマグカップ色。そこには触れるな色々あるんだよ。いやー、ミサイルー、もやっとボールー、なわー。そして15戦目を迎え攻略法も少しずつ掴み始めてきた。15戦目だからね。掴み始めてくれないと困るわ。まずはこのもやっとボールを投げてくる鳥は早めに処理。そして爆弾は下にいれば当たらないということが判明しました。あとは縄をぐるんぐるんしてきたら半もやっと鳥の処理。これを守っていればほぼほぼノーミスでいけるのではないかと。爆弾投下。いやでも縄が来るから上昇。そうです、爆弾と縄かっこ下が一緒に来るともうパニックです。それからはもうグダグダです。一回ミスるとグダります。早く体勢整えて。鳥が2体同時に。慌てずに先にもやっとりを倒します。そして爆弾が落ちる横に待機。これには長州力も驚きを隠せないでしょうね。よく出てくるんだよな、長州力。もやっとりを倒さないとこうなりますので気をつけましょう。お、第2形態ったんだらら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 。私たち今吸い込まれてます。あんなトイレのキュボンってやるやつに吸い込まれたらマジで人間辞職しないといけないかもしれません。人間辞職は言い過ぎ。そしてこの牛はなんでこんなにテンション高いの？お尋ね者のってしかもキュボンの中誰か住んでる。あれがあいつがお尋ね者になった原因か。あれで誰か吸い込んだってのか。そして金庫を放出してくれるのは嬉しい。マリサー、お前だけ楽するなんて許さないぞー。助ける理由が不純。私あの中に吸い込まれちゃう。あれに吸い込まれたらあいつとの共同生活が始まります。それだけは阻止しなければ。あんな掃除機みたいな中であんな得体の知れないものとくらいやー。爪にされるの想像しただけで吐き気するわ。喋るか必殺技使うかどっちかにしてくださいよ。お、やべえ第3形態じゃ。今あの掃除機からあいつ出てきた？肉ー。あんな得体の知れないものとあの掃除機の中に入った時のこと。さようなら。いや第4形態があんの？ウィナーは耐久の根も出ないだろう。いややかましいわ。あいつウィンナーだったんですね。ウィンナーとウィナー。これから何回そのダジャレを聞かなきゃいけないかと思うとげっそりすんな。あれ？私どこ行った？早々にやられていきましたけど。ああそうか、肉に引き寄せられて。肉に引き寄せられる気持ちわかるぞ。ダメだぞ。ここではダメだぞ。あーうまっ。ダメだって言ってんだろ。ぶつかりざまに少し舐めておきました。生肉を舐めるのは大変危険です。あー、引き寄せられる。この後も、肉に引き寄せられること14連敗。もう二人の精神状態はギリギリだった。お前の肉片よこせー。そうだよ、お前の体だって肉でできてんだろう。大抵の人肉でできてます。ここは肉がいっぱいだ。次は私がお前の肉片をいただきに参上する。マスタードつけて食ってやるわ。わあ、口から豚肉生成されたー。こいつ生きたまま持って帰ろうぜ。商売にできる。口から吐き出した豚肉を売ろうとしないでください。今回の敵なんでこんなに下品なんだよ。マリサ豚肉の誘惑に負けんな。それはお前に一番言いたい。精神状態が安定してきたようで。お前の口から吐いた豚肉をとんかつにしようだなんて思う。缶詰に激突しました。ありがとうございます。いや、あのウインナー飛べるのかよ。最近のウインナーは飛べます。飛べません。あ、肉に引き寄せられて。全部私誘惑に勝てなかったよ。帰ってこーい。肉の誘惑に負けんな。美人なお姉さんくらいの誘惑があるけど負けんな。それはちょっとわかり。ったるは必殺技。絶対に使うタイミング間違えたー。ちょうど第4形態に突入する時でしたね。上書きのウインナーだー。唐辛子も入って少しピリ辛のウインナー。無理です。いや、ここまで戻ってくるのがまず大変なんだが、鬼畜芸にチェックポイントなんかねえんだ。もうかわせる気がしねえ。必殺技だ。唐辛子にな。いやいやいや、親指立ててる場合じゃないです。さようなら。お、これ安全な場所に。全然安全じゃねえ。まだ41戦目だ。50戦前にクリアしようなんて到底無理な話なのよ。こいつらマッチしてやがる。ウインナーとウインナーの境目から逃げるんだ。マリサバックバック。お前これでシャウエッセンの売り上げ落ちたら絶対お前のせいだからな。ジョンソンビルの売り上げも落ちたらお前のせいだからな。いやむしろこれ見てウインナー食べたくなってきました。売り上げに貢献しているようだ。だがな、それとこれとは話が別だからな。クリアしねえと動画にできねえんだから、切実な思いです。皆さん我々は頑張ってます。そうして44戦目にして奇跡が起こったのだ。そう、前日によるカップヘッド、二人は憔悴しきっていた。もう何日カップヘッドをやっているかわからない。そしてこいつの方は仕事終わりのカップヘッド、かなりダメージを負っていたのだ。それと同じように、スイッチもソフトも悲鳴を上げていたに違いない。え？あいつどうした？均衡やたらと投げてはいますが、攻撃は全く来なくなりました。あ、そうか。私たちと同じようにあいつも疲れ果てていたんだな。そうですよね、44戦目ですもんね。あんなにテンション高い牛でしたが疲れには勝てなかったみたいですね。で、これどうします？困ったな。でもこれきっとこのまま金庫投げ続けるだけだよな。しょうがない、リセットしますか。でもムカつくから最後に必殺技ぶち込んでよくも何回も私たちを苦しめてくれたな。そうだ、今までの腹いせで気が済むまでこいつに玉ぶち込んでやろうぜ。性格悪くて草。私たちのコントローラーを押す指が疲れるまで付き合ってもらうからな。もしかしたら3日2晩お前に玉ぶち込むことになるかもしれねえな。いやごめん、それには付き合えないわ。あれれー、マリちゃんノリが悪いぞー。まあそうですね、こんなもんにしといてやりますか。もう十分玉も打ち込んだことですし。何？これ終わりやったの？マジ？クリア？だとしたら何回やってもクリアできなさそうなお前たちに情けをかけてくれたのかもな。いやー、助かりましたね。あれまともにやってたらまだまだ時間かかってた気がするわ。ということで2つ目の素材もゲット。順調と言っていいのか。とりあえず今回はここまで。クリアするのに時間がかかっております。次回の更新も気長にお待ちくださいませ。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。みなさん、コメント、いつもありがとう。あつこめてれてれ。はい、ということで赤いカップのレイムと青いマグカップのフランと伝説の精霊マリサです。皆さん今回もたくさんのいいねありがとうございます。これで失踪は許されないね。皆様の期待に応えなければ。そして今回は見ず知らずの猫にお金をいただいたので買い物に来ました。パラパラショット、大ダメージを与えるまっすぐなショット、途中で弾けて小さい弾丸が散らばる、ハートの指輪、1回目3回目6回目のパリージに HP を1増加させる。うわ、これめちゃくちゃ欲しいんですけど。ビリビリショット、画面全体に届く3方向ショット、ロックボタン長押しで範囲が狭くなる、壊れた器物、得体の知れない一品。何これ怖い。くるくるショット、くるくるこう描きながら素早く移動し、中程度のダメージを与える。得体の知れないやつ以外はどれも魅力的ですね。でもお財布事情を考えれば買えるのは1個までか。ビリビリショットとパラパラショットを買い上げー。さあが新たな武器を携えて挑戦するのは、山男恋は不満と山あり谷あり巨人あり。この山男は頭がアルプス山脈です。地の中で甲州が作られている。甲州は大体地の中で作られます。なんかわかんないけど毒薬の匂いがする。お前それは失礼だろ。待って足がなくなっ。甲州に激突。小人の頭にも激突。これはもう部屋の隅の埃を見るしかねえ。甲州に激突したぐらいでやんでんじゃねえ。こうなったらもう必殺技のゲージ使っちゃうもんね。おいやけになって使ってん。リア逆方向に乱射してぜーむさん。どうした？悩みあるなら聞くよ。醤油の蓋がどこか行っちゃって。知らねえわ。そんなんで必殺技のゲージ無駄にしないでほしいわ。え？自分の悲劇ちぎった？あ？第一形態クリア？初戦で？え？マジ？我々のプレイスキルが上がっている。画面見えないんでちょっと避けてもらえますか。あ、これ21戦以内には助けて。ボケてる途中でやられるのやめてもらえますか。で？なんだって？ボケを聞き返されるほど嫌なものはない。小人がヒゲからどう出しもどーん。いやまずまずのスタートだろ、と思いましたがレイムは部屋の角の埃を見るのに夢中らしいです。早々にいねえじゃねえか。なあこのパラパラショット下から出てくる小人に当てるのが難しいんだが、それでも当ててください。ありったけの持ち金使って買ったんです。使いこなしてください。ここの本当の敵はこの両端のピエロではなくて小人なのではないだろう。ピエロも敵でした。よーし私が来たからにはもう安心だ。なんだろう全然安心できないのは。まあちょっと腹壊しておりますが、やっぱり全然安心できねえわ。さっき食べたハーゲンダッチでお腹を冷やしてしまいましたわ。なんか静かだと思った。ヘルプオミー。しょうがねえやつだな。ちょっとだからこれパリの仕方よくわかってない。元気でな。諦められたー。いいもん。ハーゲンダッチ2個目いっちゃうもんね。それは私がいただく。どうだ HP 満タンでここまで来てやったわ。大丈夫ですか。これで先に進めなかったら精神的ダメージが大きい。ドアップ。おい、左右の観客。お前らが邪魔でしたから出てくる小人のもっこりが見えねえんだよ。マリちゃんは今ただただ普通のことを言ってるだけです。卑猥なことなど一切言ってございません。説明すんな逆に怪しくなるだ。先に、お前だけはさせてたまー。体力満タンで挑んだにもかかわらず30秒も持たなかったことが原因でリタイア。まあでも長年寄り添ったマグカップ同士だし、マグカップの貫禄ってやつを見せてやるよ。こういうのは運の呼吸が大事ですからね。マグカップの貫禄とはありがとうございます。そうでした忘れるところでした。これは助け合いのゲーム。違うよ。ずっとお互いを助け合って入れさえすればやられることなどないので。さらばーかい。忘れてからずー。ありがとうございます。ほらこうしてればずっと戦い続ける相手ができるんですよ。え？もう必殺技使った？最後まで温存せずに使った？必殺技を使った回数だ。一緒にやられたらさすがに終わり。こっちはフォーミングなんだ。勝手に小人に向かってレイム、ボールより小人の動きに集中しろ。合点承知の太郎。うわー。やっぱりボールの動きも注意して見ておかないと。いやいややっぱり小人の動きを注意しておくと。チンモだね。いややっぱりこっち側から見るカップヘッドは最高だぜ。おいあいつ仮病だったんじゃねえか。そんなことより助けて。助けるときに被弾するといつもモヤモヤする。そんなこと言わないで一生を添い遂げましょうよ。お前と結婚した覚えはないのだが。そんな悲しいこと言わない。助けちくり。お前何回やられてんだよ。おー、助けよう。もうしょうがないですね。何回も命を救ってもらった恩を返すときですね。さようなら。おいー、一生を添い遂げるとか言ってただろうが。あれ本気にしてたんですか。ぷっ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 ぷ。こうなりたいようだな。イエーイ。声が遅れて聞こえるよ。わかんねえわ。てか半分にされてピンピンしてんな。体は半分にされてしまいましたがカップヘッドは続行です。え？過酷すぎない？過酷オブ過酷じゃないということなのでアロンアルファでくっつけてきました。お前の体どうなってんだよ。マグカップですね。それならアロンアルファでくっつくのも納得。あとこれ必勝法を思いついちゃいました。私がいるうちに思いついて欲しかった。これパペマペの下あたりにいればなんとなくボール当たらない気がしないでもないような。言ってみたが自信なさすぎじゃね？倒した？ 9 戦目で最終形態までたどり着いたのはなかなか早い。やっぱり上達が隠しきれなかったかー。あー、美味しくいただかれます。うえー、何が悲しくて親父の胃の中に入らないといけないんだよ。親父肉丸ごと食ってんじゃねえ。これ液？液なの？あー、間違った。下にパリは難しいんぽ。うえー。なんでこの親父の中でワニ飼ってんだよ。カップヘッドでそういうことを気にしてはいけないと教え、夫に肉大道しないと。あばば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 。今親父が食べた肉食べだからボケてる途中でやられないで。もう戻し作業も順調ですよ。結構な確率でここまで戻ってくることができてるよ。ドアップ。そういうことは早く言って。レムー。あいつそんなにあの骨付き肉食いたかったのか。違うよ。あー、肉が来てるって。だがこの後パペマペに第1戦の6連敗。次に胃の中にたどり着いたのは22戦目だった。おい早すぎだろ。グッバイ宣言をするところでした。もう一人はすでにグッバイしてるがな。まあ言うてもまだ23戦目ですからね。50戦以内にクリアできれば上出来ですよ。ハードル低すぎるのよ。オッケーオッケー。順調に足場がなくなってきてるね。だから下にパリーは難しい。下のパリーが難しいということでレイムがここでリタイア。ということで伝説の精霊復帰いたしました。パリーといえば私ですからねお任せください。休憩を取ったマリちゃんだけが元気いっぱいなんだから頼むぞ。短い間でしたがおふざけてんの？カップヘッドは遊びじゃねえんだよ。遊びだろ。もう足場がない頼むから。パリーの達人。笑った。もうダメだ、パリーができない。それよりもここまでたどり着いてくれない。足が滑ったー。足が滑った時にフランが捻挫になりリタイアするやつ多いなここ。捻挫で右手が下がらなくなったフランです。それどういうこと？同様鳥もしゃがんで避けるという頭脳部、そしてすかさずパリー、そして足を滑らせる。せっかくいいプレイしてたのに。マリサ取りってます。大空に翼を広げ。続きを歌うな。霊夢が命を懸けて守ってくれたこの命無駄にはしない。足が滑った。霊夢が命を懸けて守ってくれたこの命無駄にはしないぜ。前のなかったことにしてる。このチャリスはな、チート並みに強いって言われてんだ。なんでしょうこのチャンネルで使うと全然強そうに見えないのは。ほんとだ。全然強そうに見えない。しゃがんだまま脱出することで無敵にもなれる優れもの。こんなん強くないわけないです。はい、33戦目となりました。50戦以内にクリアするのが怪しくなってまいりました。第1形態を初見クリアした時のあの期待した気持ちを返してくれ。うわー、私は2段ジャンプできるんだ。胃の表面を傷つけてやろう。肉ー。あ、それは間に合いませんわ。いやすぐ助けに来てたら間に合ってたって。まあここは私に任せ。一旦休憩入れない？そうだな、一旦集中力を回復した方がいいかもしれない。待って。鳥と肉が同時に来てる。こんな時チャリスならどうするかというと、チャリスも肉に当たる。今の一時停止した時間返してくれ。おい足場がもうねえぞどうする。マリサそっちにずれてくれ。いや届かねえから。マリサー、もうこんな戦い早く終わらせよう。みんな同じ気持ちだ。我々、編集者、見てくれてるみんな同じ気持ちだ。今ここにいる全員の気持ちが同じに。なんか使ったー。なんですかそれ。待って、物事のスピードが速すぎてついていけない。マリサが使った必殺技は1回だけダメージを肩代わりしてくれるハートが出現するんだ。え？一瞬でハートなくなりましたけど、それは使ってすぐダメージを負ったから。じゃあ必殺技を使うタイミングはバッチリだったってわけだ。ということはハート5個分、こっちは HP3 でここまで頑張ってきてるのに、やっぱりチート並みに強いなチャリス。そして私は最初のジャンプでパリーできるお守りをつけてきましたからパリーもお手の物で。霊夢あとは頼んだ。今回結構粘ってますからね。ここで相棒をなくしたのは痛いですが、その割に助けに行きなかったよね。やったー。いやこー。え？マリちゃんそんなキャラでしたっけ？今のは幻覚だ忘れてくれ。おう、イチゴ。ということはイチゴタルトかな？それじゃあ次はどこに行きましょうか？やっぱりまだやるの？やあお若いの、私は今謎を追っているのだがね、全く行き詰まっておるのだ。技を競い合う場、自宅美術品のある場、そして身も毛もよだつこの墓場。これらの場所には非常に強力な誘拐の力が備わっているのをこのこと発見したのだ。何か秩序と筋道があるに違いない。は？ちょっと言ってる意味がわかりません。さっき言ってた3カ所の場所に何かあるってことか？え？フランそれどこにいんの？うわなんかどんどん進めるんだけど、これ何かあるな。コインがありました。これが秩序と道筋かー。ということで次はここ。方向飛行体と鉄腕空中対決。まずは偵察ですよ偵察。1回目でクリアしようなんて思ってはいけません。それはもしかして不利ですか？クリアできなさそうな感じを装っておきながら初見をクリアしてしまうという。いやこれマジだな。マジでただ偵察に来ただけのやつだな。マリサ、まだ初見クリアの夢枠だけ切っていないぞ。当たり前だ。誰も諦めちゃいない。いやあんたら以外全員諦めてるから。何言ってるんですか？お前が何言ってんだよ。あーもうグダグダなんじゃー。まだ初見クリアはねお疲れ様でした。偵察はまずまずだな。まあ大体どんな攻撃が来るかは理解できましたね。理解できました。非番してるだけになりましたが、比較的簡単なステージだということはわかりました。見てるこちら側からは全くわからないのですが、非番しすぎてむしろ難しいステージにすら見えます。おい今操縦席無人だぞ。乗っ取るか。ハイジャックするか。そういう物騒なこと言ってるからゲートぶつけられるんだよ。大体ゲートでダメージ食らうなよ軟弱か。我々投機ですからね。我物注意ですわ。取り扱いは十分注意してください。テニスボールを投げるのもおやめくだ。骨もおやめく。あ、なるほどこういう感じね。また絶望的な感じだこれ。3回戦目で早くも絶望的な状況把握。落ち着こう。一旦落ち着こう。お前が落ち着け。まず状況の整理だ。気づいたことを言ってくれマリサくん。避けるものがたくさん。一応状況は把握できたな。できました。マリサくん攻撃ばかりじゃなくて避けることも考えてくれるか。むしろ避けることだけ考えてくれるか。攻撃は二の次でいいだよ。ダメだあいつはシューティングに向いてねえ。ダメだここで見捨ててはいけない。人は成長するものなのだよ。ねえなんでさっきから上からなの？一回しか被弾してないからですね。被弾の数で上下関係が決まる仕組みらしい。マリサくんお茶をくれるかい？この状況見てわかるだろ。そんな品助けてくださいお願いします。じゃあロイヤルミルクティーを頼むよマリサくん。センブリ茶をお持ちいたします。よっか。いやー。おーおーこれで同期になったなぁ。残機一緒だと同期になるしくすみません調子乗りました助けて。残念ですが届きませんでした。ではマリサくんお茶を。こちらロイヤルミルクティーでございます。ロイヤルミルクティーの色ではないよね。マリサくん今日もいいケツしてるね。しかもセクハラ上司。うはー。お茶のまずさでやられました。プレーに集中してください。まあもう大体相手の攻撃方法は把握しましたがね。本当に把握してます。上からはテニスボール、横からは骨時計と、序盤はこれだけです。それだけ聞くとなぜ避けられないだろうと思ってしまう。マリサ君なんか言えばわかるんだい。短期に差がついたので霊夢が昇進しました。マリサ君系とはしゃがむと教えたじゃないか。すみません覚えられないので退職します。お願いだから考え直して、ブランド物のハンドバッグ買ってあげるから。よーし、だから3人は、おい先に進む気あるのか。場所いしかねえぜ。特力も入れないし。惜しい人材をなくした。本当に思ってます。途中から消火器も飛ばしてくるようになるが、ホーミングには通用しませんね。あとは今まで通りテニスボールと毛糸と骨を避けてればいいだけです。それができないのがカップヘッド。それをこなしちゃうのが真のスターなんだよな。消火器などかーん。残念だったな。次は消防車ごと持ってくるんだな。おいらリタイアしてもいいっすか？ダメです。道端で裸踊りする人が増えるんで。うちらどんだけリスク背負ってか、このテニスボールが安全な場所から攻撃して楽しいのか？このテニスボールがお前なんて SNS で誹謗中傷してるやつと一緒だかんな。安全な場所からポン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 テニスボール投げやがって、もう絶対お前なんかのテニスボールに当たってやんねえから。えへん？このテニスボールがあいつはマジで許しません。私のこの攻撃でテニスボール全部燃やしてやるわ。まあそのうちな。できないことを言うのはやめましょう。いや今すぐにでもできるんだけどさ、必殺技は最後まで取ったくもんだろうねー。チャリスは真横から来てるのパリーできるのでは？は？そういう奥の手も最後まで取っておくもんなんだぜ。この人できないんだ。ケイトがったらしゃがむー。いいよマリちゃん、ここまで育てた甲斐があったよ。育てられた覚えがありませんが、いいよマリちゃん育ってきてるねー。なんか草に私の名前つけられてた。敵が消火器を持ち出してきたぞ。第2形態はもうすぐそこだ。マジでそろそろお願いします。末代まで呪ってやるからな。天国に行く途中でもぶつけられてて草。まあマリちゃんの体力精神力ともに限界に達していたことでしょう。安らかにお休みください。3日くらい寝るから起こさないで。タイムリミットは霊夢がやられるまで。は？私の脳みそに敗北という2文字はないのだよ。そもそも脳みそがない。脳みそはあるわ。てかもう第2形態行ってくれや。絵面が変わらないまま3分以上経ってるんだが、まあ孔明戦略を教えてくれー。ちょいちょい出てくる孔明。孔明ー。おー。やっと第2形態じゃねえか。皆様お待たせいたしました。やっと絵面が変わりました。ってこいつさっきからテニスボール投げてきてたやつじゃねえか。4体もいたのかよ。その場に立ち会えないこと悔やまれるんだが、そいつらに何回テニスボールぶつけられたかわからないからね。いやこれからもぶつけられると思うよ。おいおいさっきまでの勢いがねえじゃねえか。順番に英語を投げてくるだけかい。この英語順番に取れば文字になります。嘘つくな。やられるだろうが。終わり。初見で第2形態クリアしやがった。来てる。これは勢いがこちら側に来てる。来てない。第3形態長。ですが順調に戻し作業も完了。あとはあのビームを避け続ければいいだけ。今私たちが乗ってるこの飛行機をうまく動かすかにかかってるぞ。早速うまく動かせてません。2人プレイだと自分の思うように動かせません。これどういう状況？それは重力に勝った瞬間だった。めっちゃ餌皿飛んできてんじゃん。いやでもここでしゃがんでればやり過ごせるんと思ってましたが危なそうなので無敵になっておきます。気負った瞬間だった。私次はスパイダーマンに就職します。天井に貼り付ける人材なんて喉から手が出るくらい欲しい。そうしてなんとこの後驚異の28連敗。この編集すっごい時間かかるんだ。言わずもがなマリサはリタイアしていった。そしてこいつもほぼ寝たきり状態。気力だけで孤独の戦いを強いられていたのだ。そんな時、赤いカップ覚醒する。はっはっはもうどれだけ瞬きをしてないかな。目の充血がひでえ。でもどうですかここまでのおミスでやってきましたよ。パリーのお守りもつけてきてますから下パリーもオスのものです。お手のものだろ酢の物になっちゃってるよ。もう霊夢の思考回路はギリギリだった。これ赤い皿だけがちょうど当たるようになってるんですよ。霊夢の思考回路はまだ大丈夫だった。なので上に来る黄色い皿にぶつからないように飛行機を動かしながらジャンプします。ここも瞬時の判断が大事になります。反射神経が求められます。はい、このように一瞬で判断して飛行機を動かしながら避けます。はい、最後はパリーで締めます。なんだ？今までの霊夢とは大違いだぞ。もしかしてこれがカップヘッド杯というやつか。何千回と繰り返すことによって神経が研ぎ澄まされていくという。こいつ覚醒しやがった。見える。私にはこんな攻撃止まって見えますわ。じゃあなぜ28連敗もした？はい、見えます。今のこいつにドミノを作らせたらすごいものを作り上げるに違いない。何本レーザーを打ってきたって今の私には無意味。ここで一つの疑問がよぎった。中の人入れ替わったんじゃないか問題である。いやマジでやめろや。こきとら目に傷作りながらやっとんのや。そう連日のカップヘッド。霊夢は目に結膜炎と傷、マリサは後頭神経痛を発症していたのだ。もうそれドクターストップだよ。体が悲鳴上げちゃってんだよ。神経にダメージ負っちゃってんだよ。だが私はお茶の間に諦めない気持ちをお届けしたい。ポンコツでも頑張ればできるってところを見せたー。マジでノーダメージでやりやがった。実績解除ってことは初めてってこと？解除じゃー。これで安心して休めるよ。まあ次のステージが待ってますがね。おっぱいなぼうフルーツタルトかな。楽しみだな。というわけで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、つこめ、ツンデレもいるよー。あつこめ。これは別の意味のあつこめ。あつでれ。ぐる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 。おたくら何やってんの？何でも回転するといいことがあるということなので回ってますね。そうか、頑張れ。回ってるあいつらは放っておいて今回もみんなで助けを求める声の聞こえる。その場で回り3つ数えろ。こいつらボスの時に随分苦しめてくれた魔人じゃねえか。え？ 3 回回ってワンステイって言った？言ってないですね。いや言ったね。やっとけ。なんか起こるかもしれないだろ。3、4、1、3回どころか5回も回ってんぞ。ちょっと何も起こらないんですけど。ということで改めましてたくさんの高評価ありがとうございました。ほらもう回ってないでいくぞ。高評価という皆さんの期待にお応えしなくては。東尋坊もデマと引き換え会員世界。何？どういうこと？もしかしてこれがさっきの魔人の恩恵か？だとしてもフランはどうして HP 級もあるの？日頃の行いじゃね？だとしたらひどい。いやー私とフランの HP の差が3もあることに納得してないんですが、日頃の行いの差ということで推理は認めません。私の方が回転したのになんでだよ。てか私気づいちゃったんですけど、大したことじゃないと思うが一応聞いてやる。HP 級もあったら初見クリアできるんじゃね？なあできるよな。なあ煽るのはおやめください。でもまあそうだな、HP 級もあったら一発クリアできちゃうよな。まあお船に乗ったつもりでいなさい。フランかっこいい。 HP 増やして1回でクリアしてもクリアはクリアだかんな。実況者としてあるまじっこい。このようなコメントは受け付けません。うひゃー。クジラは人を殴るものではありません。日本捕鯨協会を応援する者としてあのじじいは許しておけません。所属してるとかではないんだ。それを遠くから笑って見てる奴らも許しません。フランが初見クリアして震え上がらせてやるわ。初見クリアするのは私なんだ。そりゃそうですよ。 HP の差が3もあるんですから期待してます。身内からすごい圧を感じる。お、早くも第2形態。さすが HP 級は違いますね。HP 級だけでここまで来たんじゃねえんだよ。実力できてんだよ。確かにフランはまだ被弾に。なに下から来た。嘘だろ。あんなにあった HP 残り身なんですが。霊夢さん本気でやってください。いつだって本気だっつーの。そして冷蔵庫から氷を出すのはおやめください。出すなら冷凍庫から出してください。下が冷凍庫かもしれないだ。それは避けるの無理ってな話よ。霊夢さん真面目にやってください。だからいつだって真面目だって言ってんだろうが、だからもう少し本気出してって言われるんだぞ。いつだって本気だっつの。いやだからそれは無理だ。やっぱり HP さんの差は大きかった。実力の差だ。ババどうする？無敵時間でいけました。フラン、まだ初見クリアの夢は絶たれてないぞ。当たり前だっつーの。序盤あれだけ大きいこといっぱい初見クリアが怪しくなってきました。誰か私の HP 食べた。真ん中も言ってなくて草。 HP が9もあったのにもかかわらずクリアできなくて精神的ダメージがでかくフランリタイア。お前よくもうちの仲間を。マリサ、こいつは何も悪くない。あいつの心が繊細だった。それだけだ。というわけで私の残り体力も1なのであとはよろしくお願いしますね。私にだけフランのそっちじゃねえよ。私、ワイの2段ジャンプをなめんなー。おう、初めて2段ジャンプの恩恵を得た気がします。チャリスってそんな高く飛べたんですね。でもはっきり言ってチャリスは重い。マリちゃん女の子重いなんて言ったら怒られますよ。いや実際お前らよりジャンプ力は低い。私の2段ジャンプにかかれば救助も求めて2段ジャンプだねは。2段ジャンプは火曜日と木曜日にしか出せません。ゴミの日みたいだね。たやすく出せると思わないでください。お、突進してくる気だな。なんで突っ込んでいった？その気持ちが今わかった。見てる側からしたらわかんねえのよ。そしてマリサは無敵ローリングがあるんだから使おうね。そんなにポンポンいろんなことできねえんだよ。そうですよマリサ、それじゃあ宝の持ち腐れですよ。どうだこれが無敵ロ。その先のコウモリはずるすぎないか？目の前に刃。普通に考え無敵ローリングと煙玉はどうした？煙玉と無敵ローリングを入れまして。おい無敵ローリング出てったぞ。そしてそれを一回こぼしまして。なんで？出来上がったのはホイル焼きです。おいしそう。あれ何の話してたんだっけ？マリサ突進が来ますよ。そして実況に戻っていく。マリサ戻ってきますよ。あとはポン酢でいただいてくれ。ホイル焼きの話ね。いや私はバターでいただくわってそんなこと言ってる場合じゃないのよ。まだ今なら初見クリアと言ってもいい範囲だろ。ギリ初見クリアと言ってもいい範囲内ですね。いやダメだよ。お前の剣の動き見切った。まあ等間隔で出てきてますから。腹痛？雪だるまさん腹痛によりダウンです。いや足だけ動くとか聞いてないし。上だ。とにかく上に登れ。これが第3形態。初見クリア目指して頑張るぞ。マリサさすがっす。すごいっす。残った時間で魔界村をやりましょう。なんで鬼畜芸ばっかりなんだよ。休ませろ。あ、なんかこれピラミッド。思い出にふける時間くらいちょうだい。いやまだ初見クリア目指せますよ。だから無理だっての。それではさようなら。お前いきなりやらんのやー。最終形態に行く前に相棒をなくしてしまった。そして絶望的な状況。まあお前の攻撃は見切ってるからな。最終形態までコウモリの攻撃は見切ってない。はい、剣の攻撃なんてもう通用しねえむー。いやでも私の2段ジャンプならまだ助けられる。お前には本当に世話かけられっぱなしだぜ。グッバイマリサ。なんであの人いつもやられてるの？いやまだ残り体力はっぽい。5秒で体力にも減ったんだが。そんなこと。次こそは最終形態に行きたかった。アポーフェイン。懐かしいなおい。てか観客ってうちらを応援してくれてたのか。二人揃って最終形態まで来れましたよ。登れ。とにかくいやここでも当たんのかい。いやちょっと待って、画面からはみ出てる。ワドの時の気持ちに。まだ8回戦目。初見と言っても過言ではない。過言だよ。霊夢あの目玉はピラミッドを思い出せ。ピラミッドは3方向でしたからそれよりはマシかと。最後だしいいんじゃないですか。私の必殺技発動。無敵。ほらかかってこいや。無敵時間の間だけオラつくのはやめましょう。いや小窓から最初のジジイ出てきてるって。バケツ投げてきてるって。しかも月に分裂してるって。くらえ。私の必殺技。マリちゃんそっちに敵はいません。いや目ん玉引っこ抜いてる。あいつ捨て身すぎんだろ。体張ってんな。あとは頼んだマリちゃん。マジか。でも私の残り体力は3。やっぱりその差は大きかった。もう私お酒いただいちゃうんで、あとは頼みました。おい、何が頼みましただ。お酒飲んでプレイすると引き帯カップヘッドになっちゃうんで眠りです。飲んだら乗るな。飲んだらやるな。いや、終わるまで飲むんじゃねえよ。マリサを信じているのさ。そんなんで騙されるかってん、これでとどめだ。なんで逆に売っちゃうの？いや、普通に倒しちゃった。やっぱり体力9は大きかった。いや、チャリスだと8だったし。やった、初見クリアー。これが初見クリアだったかどうかを決めるのはそこの君だ。そして材料の氷をゲットしましたね。やった、ワンダータルトに必要な材料が全部手に入ったわ。ソルトベーカーのところに戻りましょう。もう揃っちゃったの？嘘でしょ？最終回なの？もう少し楽しませてくださいよ。まあ DLC だしボリュームはこんなもんだろ。イエーイ。まだまだ楽しめると思ってたのに。じゃあランク S 目指しますか。今回最終回になりそうな予感です。やっぱり S は目指さないのね。まあとりあえずチャリスを元の姿に戻しますかね。クランと入れ替わりってのは不便すぎる。あれ？ベーカーさん店番法ってど？あー、お前気づいてなかったのかよ。店の床にこんな地下があると思わないだろ。バイオハザードか。え？なんで体力が表示されて元に戻ってるんだがー。嘘でしょ？あれは1ステージの話だったみたいだな。それにしてもフラン無言すぎません。トイレにでも行ったんかな。よく帰ってきましたね、おせっかい焼きのガキどもが。いや、口悪すぎだろ。こんなに早く戻ってくるとは思いもしませんでしたよ。どうした？闇落ちすわ、危ねえだろうが。だがもう手遅れだ。私の最高傑作、ワンダータルトはもうじき完成するのだから。残念ながら私、一番大切な隠し味についてお伝えしておりませんでした。それは新鮮な魂、間抜けなガキどもが私の命令をこなしている間に大事なお友達を捕まえておいたのさ。あいつ何やってんの？こいつの魂をワンダータルトに焼き込めば、誘拐の大いなる力は私のものだ。霊夢、マリサ、助けて。声がしないと思ったらそういうことでしたか。まずは材料をいただかなくてはね。その後はお前たちの頭をディナーの食器に使ってやろう。いやいや、私なんてカップですから。私はただのマグカップですから、タルトを乗せるならマリサの食器をおすすめしますわ。身内を売ろうとするな。だってほらマリサのカップってスープカップみたいな見た目してるじゃないですか。私は由緒正しいカップなんだよ。タルトを乗せるならお前のカップだ。そんなことより助けてよ。それではチャリスの方が食器に優れている点をご説明いたしますのでお手元の資料をご覧ください。プレゼンすんな。そして早々にやられんな。初見なんて被弾するためにあるんだよ。うわっふ、そうだな、被弾するためにあるんだな。あはははははは。何そこ意気投合してんだよ。てかお前は誰だよ。コンジュールヨシオですけど、コンジュールヨシオとも意気投合すんな。うわー。おい、久々に来たな、絶望的な感じ。ごめんフラン、助けられそうにないわ。まだ2回戦目で諦めるなよ。いや、プレイしてみればわかる。この絶望的な感じが。さっきの魔人のお願いここで使うべきでしたね。使いどころ間違ったな。帰るか。帰るな。もう我々がシェフを倒すのが先か、それともフランの瓶の中の酸素が尽きるのが先か。答えは後者だ。いや、判断が早すぎる。何かあった時のためにボンジュールヨシオは置いていくよ。いらねえわ。ああ、それにしても私たちが悪せく集めた材料がまさか攻撃の材料にされるとはな。はい。もう完全に心は泣いてしまってます。いや、仲間のピンチだから、泣いてもらってちゃ困るんだよ。シェフにも裏切られ、もう人間不信ですよ。大丈夫だ、うちらは人間じゃね。諦めなー。だがこの後一歩も進めないまま驚異の14連敗。もう頑張りは伝わりましたよね。ああ、仲間を助けようとする2つのカップの絵面は十分撮影できただろう。ということなんでお疲れ様でした。締めに入らないで。だってこんなん無理ですよ。今までだって諦めずに頑張ってきたじゃないか。難易度が違うんですよ、難易度が。このクッキーとライム、そして特に上にある炎、こんなん避けられる気がしません。ライムー。あの炎が地味にマジでうざい。地味なのにうざいとか最悪じゃん。炎なのよ。無敵ローリング。あー。後ろからライムー。全然。次は氷ですよ。今回はファリーのお守りは持ってきてないので全部かわしていく感じで。そこに極めつけのイチゴ、さいなら。災難さんの救助かましていく。受けるときに大抵は被弾するというのに無傷だと。これがプロの炎。もう無理だっす。周りに物がないか確認してからの救助。巻き込み確認も完璧だと。左折するときは巻き込み確認を忘れずにな。カップヘッドで自動車教習も行っていく。おっと危ない。出会い頭の衝突は思いがけない恋愛に発展する可能性があります。その時にすかさずハンカチを落としていきましょう。いつの時代の話ですか。あれ？教習を行ってる間に体力が残り1になってるんだ。プレイに集中してください。お前がな。いやー、やっと第2形態まで来れましたね。必殺技使ったろ。シェフ、お前の悪事もここまでだわ。うんこの必殺技いまいち手応えがないのだが、真ん中でぐるんぐるんしてるだけですね。おい、お前ちゃんと仕事して帰りました。きっと見たいアニメがあったんだよ。お？これ故障がシェフを攻撃してくれてますよ。今まで自分の仕事道具だと思ってたやつから攻撃されるのはどんな気分。待って見えないうちにご臨終して。あとは任せた。お前そんなプレッシャー私に押し付けんなよー。大丈夫だ。故障のくしゃみにさえ注意してれば問題ない。自分の故障でくしゃみするってど。葉っぱにも気をつけよう。お、半分以上はいってる。いけそうな感じ出てきたか。フラン、もうすぐ助けられそうです。いや、暑いわ。おい、何笑ってんだ、見せ物じゃねえぞ。どうだいこんがり焼かれた気分は。陶器はもともと焼かれてますけど。そんなことよりを助けよう。どうだいこんがり焼かれた気分なんでなの。いや、まあこんな簡単に助けてやまっぱりできないよー。二段ジャンプもうまくできないよー。己の力を信じるのです。これだけ信じられない力もないわけよ。なんでオタクが自ら突っ込んで。おっと、こっちはバジルが美味しく焼けん。この胡椒がー。こっちからも胡椒がー。いやー。ぶじゃー。このすっとこどっこいがー。ふざけんなー。やっておしまい、皆のしゃー。この炎がー。ぐる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 。頼む、もう一回魔人の力を貸してくれ。たー。あ、これ結構使えるんだな。今回も HP2 倍、これならいけますよ。はっはっは、どうだ体力2倍だぞ。シェフもさぞ震え上がっていることだろうさ。いや私は体力2倍でももう5輪中してるお前に恐怖で震えているよ。マリサは体力8あったからね。私より被弾しているよ。これ本当に大丈夫？私助かる？体力を倍にしたにもかかわらず状況は一転しないことにここにいる全員が愕然としていた。ここそんなに難しいステージか。胡椒が投げてくる胡椒と上から降ってくるバジル。そしてこの炎、これさえ避けてればいいだけなんだが。っていうよりかこの前のステージでお前をも被弾してんのよ。そこが問題なんじゃねえのか。私のプレイスキルは問題です。間違った。何？私何がしたい二段じゃー。私の中のあいつが邪魔をしてくる。誰かに支配されてる設定は通用しません。まあ今回も上手に焼かれるオチよね。お前私の体力を見てみろよ。なんだってー。ここも被弾してますね。そうじゃねえよ。悪いところばっかり指摘してないでいいところを褒めていくもんだぜ。今の正解は体力3も余ってますね。だろ。なんか始まった。人の教育はいいところを褒めて伸ばしていこう。ということでここまで頑張った私を褒めて。褒める要素が見当たらないんですけど。その帽子の先端とかいいですね。どこ褒めてんだよプレイを褒めろよ。とか言ってる間に体力1になってるじゃねえか。もうここにあったんで次の段階に進んでください。こっちは死に物狂いで頑張ってんだよ。見合ってんじゃねえ。なんか建物が崩れて、シェフめっちゃ激怒してんじゃん。マリサ、畳みかけるチャンスですよ。おいらはここだよー。その瓶が頑丈で助かりましたね。建物が崩れても無傷だったんだから。ほわい。第3形態一瞬でしたね。マジか。あと少しだったじゃねえか。次にここにたどり着いたのは5000を。第3形態は短そうだったからな。次は。と思ってたのは私の妄想でした。なんだよこの雪だるまブラザーズは。えらいジャンプ力じゃねえか。あのジャンプ力のおかげで避けやすくはなってるから感謝だけどな。第3形態本当に短かったですね。あこれいけるな。はい体力も残りにありますし。かきかく。おいー。床抜けるなんて聞いてねえから。かきかく宣言してた最中に脱税は。脱税はいや懐かしいなもう1年かー。懐かしさに浸ってる場合じゃないですよ。これで1回は被弾を肩代わりしてもらえる。短い人生だった。そんなことより助けて。うわー上すごいなーじゃないのよ。そしておえーじゃないのよ。お前の頭どうなってんだよ。そりゃ攻撃を1回肩代わりしてもらうわけだからそれなりの代償が必要だろ。1回頭を捧げるというな。言ってる意味がガチでわかんねえ。てかここはパリ必須じゃないか。それができたら無限に必殺。うわー。チャリスは意外と楽しそうにしていた。これ登るのが大変で攻撃する余裕がないんだが。誰かージョイカード持ってきてー。ここでかかず失敗したー。はいそろそろ50戦目という大台に乗りそうですね。なんでお前無敵使ってんの。うわー。今無敵使ってなかったら5輪中してましたわ。ということは使うタイミングとしては完璧だ。負けんなー。パリーのお守りつけてきたからあのハートの処理と救助は任せないぜ。霊夢横からなら助けられるぞ。あー。マリサ救助は任せろー。素晴らしい命のリレーです。これならもしかするかもしれません。マリサより上にいるから助けてもらえない。あれ霊夢マリサが必殺技発動中に全に召されていきました。あと少しのはずなんだ。頼む、耐えてくれ。あら、足場がないような。嘘だろ、もうやめてくれ。やかましい。ついに50を超えました。もうフランの担当は限界か。今すっごい跳躍力だった。マジでいつになったらクリアできんの。ありがとうございます。もうここで必殺技を無駄にするくらいなら使ってしまえ。頼む。私の中の巨人。霊夢私も便乗するぜ。あれ私どこ行った。これでとどめだ。いやなんで私こんなところに。ある意味あの巨人は敵なのかもしれない。必殺技のせいに早くない。私もすごい跳躍力を発揮しました。びっくりしてふなっしーになってしまいました。いいから早く言ってー。まずいこれ私間に合わない。まさかのハートと激突。恋が芽生えちゃいました。ハートもパリしてマリサも救助していく。さすが救助のプロ。私ここから出たら救急隊に就職するんだ。何その微妙な死亡フラグ。巨人お前にはチャンスをやろう。次こそはちゃんと頼む。おいー。あいつ全然仕事してねえじゃねえか。ここであれを操作するのは至難の技かと。救助のプロ、救助お願いします。いつまでも、あると思うな残機と救助。これパリーできる霊夢がいなくなったら最悪だぞ。って言ってるそば、マリサさん。残念でした、ちゃんと助けるんですねー。命のリレーを繋いだ。これまだですか。やったー。これ HP 増やしてなかったら永遠に無理だった気がする。無理なんてことはないんですよ。諦めずにやっていれば。じゃあ HP さんでやる。やらない。マグマン。もう息が持たないよ、なんとかして。あ、やったぞ。外の空気はなんて美味しいんだ。無事でよかった。あら僕の体は返してもらうよ。ソルトベーカーのやつ、ずっと俺たちを騙してたんだな。腸がマグマンになってますよ。あ、さらに崩れそう？大変、ここはもうすぐ崩れ落ちそうよ。早く逃げましょう。せっかく助かったのにぺしゃんこになるなんてごめんだよ。ひえー。うわー。そんな、私の罰釣りが。自業自得だろ。こんなことして商売続けられるほど甘くねえぞ。俺たちを騙した罰さ。でもお店がめちゃくちゃになってしまったら、もう絶対にワンダータルトは手に入らないよ、チャリス。もういいの、自分のために気の毒な誰かの魂を犠牲にするなんて悪用のすることよ。でも見てらっしゃい、別の方法を見つけるまで私は絶対に諦めないんだから。それまではあなたたちに何かあればクッキー一かじりですぐに駆けつけてあげるわ。続編に追わせてくるね。しばらくはもうお腹いっぱいかな。それに、ワンダータルトの代わりに2杯の最高の親友を手に入れたんですもの。めでたしめでたし。ということでカップヘッドの DLC いかがだったでしょうか？私もう少し遊びたいんですけど。お前いつからそんなストイックになったんだよ。まあ物足りないという霊夢のために何やら裏ボス的なものもいるらしいからな。それに挑戦してみてもいいかもしれない。お墓の謎も解けてないし、コインだって全然集まってないんですよ。そういえばショップで買えてないものがたくさんあるよな。ということでまだやることはあるみたいだからもう少しみんなも付き合ってくれると嬉しいな。まあラスボスは一応倒したということでとりあえずエンディングは回収ということで。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴と厚コメ、ありがとうございました。Still the best tart maker in the land. My baking will bring cheer to my new friends whom I hold dear.前クリしたと思ってた。こんにちは。こんばんは。頑張れ。はい、赤いカップの霊夢と青いマグカップのフランと精霊のマリサです。前回全クリをしたわけですが、やっぱり裏ボスを失踪するという選択肢は許されていないようでした。そしていいねもたくさんいただいたのでこれは頑張らねばとマリサが、いや前回フランも助けたんだからみんなで頑張ればいいだろ。頑張りたいのですがお金がないのです。お金と裏ボス何の関係があるんだよ。お金がなくてアイテムが買えないのです。裏ボスに行くためにはあるアイテムが必要だとか、お金が必要なのは分かった。でもそれがなんで私だけが頑張る。待ってなんかもう始まってるんだけど、そして一人なんだけど、なんかパリできそうだからパリしたけど、説明をくれ。見た目は卵っぽい見た目をしてていつもグデーっとしてる感じだな。腕玉の説明じゃなくてこの状況の説明をくれ。何これパリし続けてるだけでいいのか？この試練は攻撃はできないよ。確かに思えばこう。はいすべて理解した。これこいつらの頭を全部パリーすればいいんだな。楽勝じゃん。舐めてんの？前回ラスボスを倒したマリサちゃんです。おい頭ないのは出てくん。いやだから頭ないのは出てくんなって言ってん。いや頭ないやつしか出てこねえな。ジャンプか無敵ローリングで避けるかしてくださいね。だからパリーとローリング瞬時に使い分けれる反射神経は持ち合わせてねえんだよ。中の人おばあちゃん説、そこは触れないであげて。頭あるやつだから瞬時に反応はできないの。いや頭ないやつ出てきすぎだから、これ避けてる途中でパリーしろってじゃはん。グリッコはやめてください。ほら避けちまったじゃねえか。いやでもこんなん楽勝だろ。いやー、今回こそは、まだ、心が折れました。帰ります。マリちゃん頑張って、だいたいこれをオートパリつければお前らもできたんじゃねえの？図星だな。煮干し？ベッタベタなボケしてきやがって。今回の DLC はマリちゃんが主役なんですから。チャリスのために作られたみたいなステージですから。確かにそうなんだろうな。でも言っとくけどこれ見た目以上に難しいからな。そうですよね、もう11戦目ですもんね。何この人煽ってんの？開始約1分で11戦目ですもんね。今日の晩ご飯は私が作るね。すみませんでした。これはもう残り2回だろ。いける。確実に、それは無理ってな話よ。他の奴らがじゃ、いやあと2体。まだいけるはずなんだ。後ろー。無理ー。ただしお前はダメだ。あいつが何したって言うんだ。鉄を振ったら降りてくる合図か。だな。はいはい、ボタン間違った。確かに上に攻撃しようとしてますね。もう無理です。あと数秒で心折れます。まだ折れてはいなかった。お前のポテンシャルはそんなもんじゃねえ。その帽子についてるリボンは飾りか？飾りですね。わかっただろ？お前の力がそんなもんじゃねえってことがわからないですね。と言ってる間にノーミスで残り。やめて、ノーミスとか言われると逆に意識しちゃうから。わかります、急にウインクとかしてきたら意識しちゃいますよね。何そいつ怖いわ。マリサ後ろ。見えてんだよー。あと一体、これはいけるぞ。逆にこれでいけなかったらいいんだったー。さすがマリちゃんっす。これで買い物でも何でもするんだな。ありがとうございます。でもまだお金が足りないんです。は？全部のアイテム買うにはまだお金が足りないんです。は？また私一人なの？しかもまた攻撃できないの？ここから先もずっとパリーとローリングとジャンプで乗り切ってください。え？今ここから先もずっとって言った？え？この試練いつまで続くの？それは今後のお楽しみに。いやこっちは全然楽しくないのよ。むしろ不安でいっぱいなのよ。これの倒し方もいまいちわかんないし、あとそれなんなんだよ、絶妙にムカつくわ。近づけってことなのか？でも近づいたら絶対その剣振り回しますよね。嫌だからこっち来いやじゃなくて騙したなぁ。剣じゃなくて盾に当たってダメージを受けるマリちゃん。本来盾は攻撃するものではなくて防御するものです。そんなことはわかってんだよ。いや少しでも離れるとダメなのか。近づいてぶつからないようにして攻撃してね。それすっごい難しいこと言ってんのわかって。今ダブルパリーしたろ？なるほど、盾紙をパリーし続ければいいわけね。オッケー理解したわ。え？何その構え？馬だけにってか。嘘だろ、絶望的な感じきた。あとなんなのこのカサス的な感じの BGM は。まあやるべきことは分かったけどさ、それが実践できるかは別の話なのよ。近づくのも怖いしさ、いやでも近づかないとダメっぽいしさ。じゃあ、やっぱり騙したな。え？これ今がパリーチャンスなん？違ったー。そうだ、裏に回り込んでしまおう。おいおい、裏がガラ空きだぜ。そうだ、無敵ローリングでこいつの背後に回り込む作戦はどうだろうか。我ながらいい考えかもしれない。ちょっと裏失礼、ミスった。だからやれるかどうかは別問題なのよ。あの構えは突進。ここがパリーチャンス。ミスったな。今の考えは良かったと思うよ。フォローしていかないとマリサの心が折れる。無敵ローリング、やっぱりこれで。やっぱり考え自体は間違ってなかった気持ち。今回は乱暴にでも突進してやるぜ。攻撃は最大の防御だから無敵ローリスネに当たったー。だがなんとか後ろに回り込めたな。よしこの作戦を続行。無敵ローリスネに当たったー。あれ？大丈夫かな？聞いてられねえわ。お前歌だけじゃなくて笛もうんちなのかよ。ひどいマリちゃん。まあでもこれだけ戦ってきたんだ。戦い方の方針は決まりたい。無敵ローリングはかなり近づかないとノーダメで裏に回れないことが分かっていたい。なので正当な方法で戦うことにした。痛い。これだけ見てもらったら私の戦い方が分かっただろう。分かりません。被弾しまくって相手の同情を誘う作戦ですか？そんなせこい戦い方じゃねえよ。ほらこうだ。相手が何の攻撃をしてくるかを見極めるんだ。その攻撃に合わせてパリーをする。これは突進の構え。こういうことだ。どういうこと？こいつが生き生きした顔した時はなぎはらだから自分パリーするのが早いんだって。現場で反省会開かないで。そうだぞマリサ。お前は反省するようなプレイングはしてないぞ。お前ら気を使って励ましてんのがバレバレなんだよ。これは突進。判断が早い。これもう一回くらいパリーできるんでね。頑張るなマリサ。確実に一つずつ確実にいけ。突進だけは任せてくれ。確実に決めていくよ。突進のプロ。過去は振り返らないで。お前らの励ましなんかおかしいのよ。もっとちゃんと励ませや。おっとこのポーズは上に突き上げだな。突き上げた後にパリーする時間があるのでは？いやいやそんな危険を冒すぐらいなら失敗したー。突進のプロじゃなかった。ったのかよ。引退します。突進のプロ引退します。いやでもだいぶコツ掴んできてるから大丈夫だよ。ほらなぎ払いのプロに転職しなくて。だからフォローがいまいち下手くそなんだよ。くそ、突き上げが多いな。突き上げの時もやっぱりパリーできると思うんですよね。お前がそう言って私を惑わすからさっきも被弾しちまったじゃねえか。惑わしてくんな。惑わしてるつもりは1ミリもないんだが。はい突進のプロー。はい再就職しました。突進のプロで再就職おめでとう。だいぶ攻撃も見極められるようになってきたからな。これ終わりも見えたわ。はいなぎ払いね。あこれ本当に終わりが見えましたね。でもまだこれで終わりじゃないんですよ。ステージはまだまだ続くんですよ。それは今は言わないでおいた方がいい。何こしょこしょ喋ってるんだよ。まだまだステージがあるって話ですが、はわー。おい、今聞き捨てならねえ話があったぞ。耳悪いんじゃないですか？聞き間違いですよ。私はまだ全年齢のモスキート音聞こえるわ。え？この先がまだあるって？じゃあ早くクリアしねえと尺が大変なことになるじゃねえか。編集者側のことも考えてくれてありがとう。きっとこの先いいことあるよ。今までいいことなかった人生みたいに言うんじゃねえ。まあそうだな、そういうことなら巻きでいくか。あ、これ時間かかりそうなんでお風呂でも入ってきてください。なんかいけそうだったら余分で。そう？なんか悪いけどそうさせてもらうよ。ほらもう失敗しましたもん。今回も無理ですわ。私はお風呂入らないから。じゃあソシャゲ休憩でも取ってください。これ突き上げの時もいけるじゃねえか。いけそうな感じ出てきましたー。より戻すのが早いな。霊夢神泡だらけじゃねえか。そりゃ風呂入ったら最初に洗うのなんて8割頭じゃねえか。そんなことはないと思うが。だが突き上げも攻撃が可能となるとこりゃすぐ終わりますよ。としー。見える。もう相手の動きが止まって見える。じゃあ今までの時間は何だったんだ。急に覚醒する。あるあるだよな。おいおま。よくも今まで苦しめてくれたなぁ。おい馬、逃げろ。このままじゃお前の未来は見えないぞ。手料理とか振る舞われるぞ。それはむしろご褒美だろ。あれはむしろ平気にもなりうる。お前からまず手料理を振る舞ってやろう。馬、頑張れ。なるべくマリサのヘイトを買うんだ。もうお前はどっちをどんな理由で応援してんだかわかんねえよ。はい、突き上げのパリーも完全に物にした私に怖いものはない。むしろ突き上げが一番簡単さやる。あ、これ中の人入れ替わった説ありますね。中の人とかねえし。そうですよ、マリサの中は神ったっぷりなんですから。どういうこと？そのポーズをとっていいのはなぁ。どっくりだけなんだよ。ルール3も忘れないで。これは突き上げのポーズ。もうね。今までの何だったのってくらい見えてるのよ私には。お前マリサじゃねえな。噛肉見せてみろよ。本物だけど噛肉は見せられねえよ。なんその会話。てか結構攻撃してると思うんだが、全然倒れてくれねえじゃねえか。悪いけどお前がどんだけ粘ってももう勝ち目はないからな。はいトシーン。ほらね。もう君に勝ち目はないのだよ。もう人参でも食ってなさいよ。なんだろ急に見てる側もすごく簡単な感じに見えてきた。いや言っとくけどここまで来るのには特別な訓練を受けてるからだからな。素人はここまでできないからな。特別な訓練ってただひたすら戦い続けるですよね。特別な訓練って言ってんだろ。いやてかもうお前諦めろよ。一向に展開の変わらない実況が一番辛いんだぞ。編集者のことも考えてやれって。ほらお前肩揺らしてるって絶対やれないてるって。肉食ってたー。だからお前太るんだよ。ああ。マリサが泣かせちゃったよ。ごめんなるべく早く終わらせるから。馬だけにってか。この流れさっきもやったんだよ。てか私のクリアにボケかぶしてくんな。リアクションし損ねただろうが。大丈夫ですよまだリアクションする機会はありますから。マリサ馬のステージはもう終わったんだ忘れろ。たてがみにパリを。マリサ馬のステージはもう終わったんだ忘れろ。と言いつつ顔面にしっかりパリを決めていくって。だからなんだというの。また攻撃もできない。パリする場所も避けられねえ。なんですかこれ何すればいいんですか。顔面でろうそくの火消しに行ったぞ。まさか顔面陶器でもあるまいし。陶器だよ。これもしかして火を全部消せばいいのか。そうらしいな。でまた顔面をパリすると。なるほどなるほど。馬よりは簡単なんじゃないか。動いてるの。おーい。あちょっと避けないで。おーい。あちょっと避けないでもらえ。変な動きしてんじゃねえよ。ついにマリちゃんが切れた。ぐにゃ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 変な動きしやがって。いやちょっと待ってさっきと動き方違う。いやー予測できないような動き方しないで。すずー。そうしておなじみの連敗が続く。だが何回も戦い続けることで相手の動きを把握していくのだ。もうダメだよ勝てる気がしない。把握するどころか心折れてるじゃねえか。やだやだ顔面が近づいてくるよ。なんとか回避したすずー。うわー外したー。大丈夫ですか?14戦目でこれって動画の尺もかなり長くなってますよ。いやでもこいつがボスだろ。最後の敵なんだろ。さあ頑張っていきましょう。お願いだからなんか答えて。動画の残り時間を見れば恐ろしくて見られません。てかこいつら頭何個くっついてんだよ。見た感じ3個かと。ということは3回消滅させればいいってことか。1回は消滅させてるからあと2回か。オッケー正気見えてきた。すずー。アリス派になりそう。誰がうまいこと言えと。だがここでマリちゃん粘りを見せる。カップヘッドはな、HP1 になってからが本番なんだよ。これはもしかしていけるんじゃないのか。ここは真ん中で待機。おやー、やった2体目しょ。あー。3体目なが。すずー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 。おい何があった?強いて言うなら何もなさすぎて動画になりませんでした。50戦以上もボツだと?どんなに取れ高がなくても動画にしてきたこのチャンネルが50戦以上ボツだと?ただのやべえチャンネルじゃねえか。ということで私は完全にアリス派になりました。すずちゃんの風評被害たるや。最近スキャンダルにもなりましたしね。芸能人は大変だよな。恋愛ぐらい好きにさせてやれやって感じなんだが。いや何の話?何回も同じステージをやってると雑談も交えたくなる気持ちわかりますよ。いやお前が最初にしてきたんだわ。そして私の敵はスズ。そんなスズと戦うなんておこがましいにも程がありますよ。そうですよ顔面を見比べてみてください。スズってスズってことだからね。じゃあまず水着審査からいきまーす。偽物。うるさいんだよお前は。今いい感じなんだから集中させろ。ここは顔面よりも鈴を避けることに集中した方が良さそうな気がする。顔面はパリしちまえばいい話だからな。ピンクになってればの話ですが、それに鈴と違って顔面は動きに規則性があるからな。そこまでわかっているのになぜ81戦目まで来てしまったのか。言うなってあれ?今何回撃破したんだっけ?まだ1回じゃないです?そうかまだ先は長そうだ。よし、2回目撃破だ。まあ撃破したからってやることは変わらないんだがな。この S 字の動きは角にいれば顔面の攻撃はかわせる。お、学んでるね。まあながー。学んでいるのか?そりゃお前81戦目だ。ナイスキャッチレイム。ということで85戦目やっていきましょう。85戦目ってなんだよ。私そんなに失敗してんのかよ。でもな、きっと諦めない気持ちが数人には伝わってるはず。数人なのかよ。これだけ諦めずに戦ってるんだ。もう少し心に響いてほしいわ。もうこうなったら100戦目いっちゃいますか。そんな次もう1件いきますみたいなノリで言うな。私は毎回これで終わらすという気持ちできている。それがなぜか85戦目。すごいマリちゃんは鋼メンタルの持ち主なんだね。諦めない心の持ち主と言って、よしよしまだ被弾してないここまでは順調だ。でもそうか。85戦目か。マリちゃん、改めて考えてはいけない。そうだと考えたら心が折れるぞ。ちょっとぼーっとしてたわ。マリちゃんの精神力はもうゼロよ。集中力体力ともにゼロです。よし3体目。ここからだぞ霧雨マリサ。鈴の動きと顔面の動きに集中するんだ。いいか?失敗したらまた最初からなんだからな。いいか?肝に銘じろ。鈴ー。ちょっともう邪魔しないでよ。邪魔するのが仕事なんでね。無敵ローリング。85戦目にしてマリちゃんが成長を見せています。今まで無敵ローリングを使いこなしてるところを見たことがあったでしょうか。あったよ。鈴ー。おっともう残り体力は1です。またダメなのか霧雨マリサ。それとも驚異の粘りを見せるのか。今全世界がこの挑戦に注目しています。してるわけねえだろ。でもマジでもう後がないからな。ここで失敗したら私地球でサッカーするからな。地球存続の危機だ。チートでも何でも使ってマリちゃんの HP を増やそう。チート。ダメぜ、たい。そんなものは必要なこれでとどめじゃー。で、3回消滅すれば終わりじゃなかったのかよ。ろうそくが全部つきましたね。きっとこれが最終のはずだ、きっと。そうだよね、誰も知らないもんね。だが最後だと信じて戦うしかねえ。いやちょっと待ってくれ、完全に鈴がこっちに向かってきている。もうダメだ、おしまいだ。85戦目舐めてんじゃねえ。マリちゃんの執念を感じました。残すろうそくはあと1個。果たしてこれで終わりなのか。これでしまいよ。あまりしなきゃいけないのか。これで本当に終わりじゃー。やったー。こいつパイプオルガンだったんすかね。ということでご視聴ありがとうございます。てなことにはなりませんよね。もう絶対これ最後じゃないだろ。え？なんでですか？どう見てもボスずらしてない。そんなことわからないじゃないですか。心配だな。やかましいわ。で、次は何すればいいんだ？いつも通り攻撃はできないな。まあとにかくパリーでなんとかする。あれ？跳ね返った？あ、なるほど。あれ？これって、楽勝じゃねえ。だってこれ頭蓋骨にだけ注意してればいい反。そうでもなかったわ。まあでも結構手前に落ちてきた頭狙えばパリー1回で攻撃できんだろ。ほらな。あ、勝った。これはスピードクリアいけるわ。1時間後に焼肉屋予約しておいてくれ。それでも1時間後な。ちょっと、火花出てますって聞いてないですって。火花と骸骨を避けながらピンクの顔面を跳ね返して攻撃していくんだね。私の面玉2個しかねえんだから無理だよ。ほら火花に意識持っていってたら顔面に当たったよ。さっきのステージに骸骨プラスされたようなもんじゃねえか。はいはい、2時間コース入ります。焼肉はキャンセルで。なんてこった。しかもさっきのと違って跳ね返していかないといけないからさっきより厄介だぞ。お、しゃがみでも火花は避けられるのか。まあだからどうしたって感じだけど。まあロケハンはこんなもんよ。いやまた来たよ、絶望的な感じ。何？お前ギロチンコちゃんが好きなの？マリサちょっとその言い方は。じゃあお前こんなところで油売ってないでギロチンコちゃんに告白でもなんでもしろよ。だからマリサちょっとその言い方は。でなんでその斧から顔面が出てくるんだよ、意味わからんわ。しかもさっきのやつに顔が似てるじゃねえか。確かにさっきの3人衆に似てますけども。え？まだ1回しか攻撃してないのにもう火花来た？この火花がとにかく厄介なんだよ。よくもまあこんな意地くそ悪いステージ思いつくね。言い方。火花なかったら余裕でクリアできてんのに。まあしゃがみで避けられることが分かったからな。しゃがんで確実に避けていくか。また火花来た。よしそろそろ攻撃を。あ、また火花来ちゃった。全然攻撃できないじゃねえか。ダメだ、しゃがみだと攻撃のチャンス。何もうこれどうすればいいのさ。あ、皆さんコツ掴むのに時間かかりそうです。トイレ休憩など各自お取りください。これ生ライブじゃないんで、せめてもう1回だけでもこう。連続の戦いで、マリサは憔悴しきっていた。そこで立ち上がったのがこの女だった。マリサには疲れが見えている。私がこの窮地をなんとかしなくては。こちとらなあ、オートパリーをつけてきてんだ。うおち、オートパリーつけてきてんですぜ。雲行きが早くも怪しいな。しかもマリサのパリーと違って高く打ち上げてしまうな。おっとやっぱり雲行きが怪しいな。まあでも攻撃はできましたよ。この調子で何回かパリーしながら顔面を運んでいく。反対側に上がったー。高く打ち上げたー。ダメだこりゃ。いや諦めるわけにはいかねえ。マリサが少しでも休息が取れるように。お前の気持ちはわかるがやっぱり無理なんじゃね。レイム選手また打ち上げたー。ダメだ、敵側に顔面を運べません。ということでお願いします。今の実況必要だったかな？私が友達思いだってところをアピールしていかないとね。うっさー。この後もマリサは何度も戦い続けた。倒れても立ち上がり、戦い続けた。そして少しずつだが前へ、諦めずに、進み続けた。その結果63戦目に。もうやだー。見てるみんなやってみ。飛ぶぞ。急な長州力様。いや他の人はこんなに苦戦しないような気がするんだよな。なんでここのチャンネルはこんなになんでも苦戦するんだよ。被害被るのはこっちなんだよ。まあ5年間も共に歩んできたんですから頑張っていきましょうよ。あれ？もしかして今回5周年記念かなんかの実況だった？いえそんなものはとっくに過ぎてました。なんなんだよ。そんなことより集中しなくては。火花を避けるタイミングで顔面をパリー。このタイミングが合うか合わないかでここのステージは命取りになる。さすが63戦目。よ、63戦目。名前みたいに呼ばないで。しかもこれは勝ったことが、火花が出てからは顔面をなるべく遠くに飛ばしやがる。だから1回のパリーでは、おっと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 。あと火花もしゃがんで避けられないように上下で出てくるようになりやがる。まあしゃがんで避ける気なんてなかったんで関係ないがな。よし今のところ順調って今言おうとしてたでしょうが、何発入れた？そして一体あと何発入れればいい？わからない。自分で問いかけて自分で答えてますね。あと3発ってことにしよう。終わりが見えないと心が折れそうになるからな。よしあと2発だ。残り体力は3。いい感じだな。あぶっぷぶぶっぷぶぶぶ。タイミングが合わなくなると一気に体力削られるからな。体勢を整えた方がいい。焦るな霧雨マリサ。焦ると体力ゴリゴリ削られるぞ。やったー。お前はギロチンコちゃんに好かれる方法でも考えるんだな。こいつチェスの駒だったんか。さあこれで終わりじゃないんだろ。はい、これが正真正銘の最後の敵になります。皆さん最後なんでオールになりそうです。覚悟しておいてくださいね。定期なりのパリーで、次はどうしたらいいんだ？まあパリーする以外にすることはないとは思うんだが、よくぞパリーだけでここまで登り詰めました。言っとくけどこの世界中で一番パリーしてんの私じゃねえか？確かにこんなに失敗してるのなんてうちのチャンネルぐらい。パリー世界保持者かもしれない。あ、今大砲当たった。あ、なるほど。大砲をパリーしてあいつに当てればいいのね。あれ？なんか結構簡単じゃね？それ毎回言ってます。ただ大砲を当てるのがちょっと難しいだけで、あとは勝てない理由が思いつく。外したー。あとはこの越風にぶつからなければマジで余裕。ボスが最弱な感じ。ただ避けるだけなんてもう私には朝飯前なんだわ。さすが今回だけで180戦してきた人の言うことは違いますね。え？ 180戦。今180戦って言った?言ったな。なんだよそのバカでかい数字は。一気に恐ろしくなったわ。200戦もありえますね。考えたくもねえって言ってたらもう HP1 かよ。なんかもう腹痛とかで倒れてくんねえかな。昼に食べた柿とかに当たってくんねえかな。ねえよ。この日のためにコンディションバッチリよ。じゃないとあんなに歯カチカチできないですもん。それはよくわからんが、とにかくエッグを投げてない時は大砲を当てまくろう。大砲の向きなんか気にしてられるか。いや気にして。思いっきり外したな。右に来た瞬間に右の大砲撃つわ。今だー。外したー。あー。いけそう。ちょっとなんか手応えあったな。半分以上は進んでましたね。大砲が当たれば当たるほど早く倒せるってわけだ。って何当たり前のこと言ってんの。もう脳みそもギリギリな状態です。ご了承ください。オッケー、まずは一発目。お、さらに二発目。そしてすかさずバリー。ぬるいぞ女王様。そう、外したか。その後ろの宝だってなんか悪いことして集めたんだろ。偏見がすごい。盗んだ宝石を攻撃道具として使うなんて趣味悪すぎるぜ。偏見がすごい。真っ当に働いて集めた宝かもしれないのに、王様がいないのがその証拠だ。きっと王様はまともな人だったんだろうな。それゆえに女王に消されてしまった。妄想がすごい。ということなんでマリサちゃんがお前をお仕置きしてやるよ。そんな宝石ばらまいても無駄無駄。こいつ確定しやがったか。まあ大砲は外すんですけどね。これはどうだ。全然違う方向に飛んでった。まあ最初の時より多めに宝石をばらまいてるみたいだが無駄だな。悪いが最弱認定させてもらうぜ。今までのプレイは棚に上げてボロクソ言います。ああもう目つぶっても余裕だぜ。すみません調子乗りました許して。だが大砲は顔面に当てていく。宝石がだいぶ多くなってきたからな。止まるのを待つか。ひえー。今のは痛かったぞー。ぐー。思い通りに当たらない。全然逆ー。いやー。ダメだ。完全に調子乗ってる。初心に帰ろう。プレイだけは初心に帰らないでね。やかましいんだ。いつの間にか HP1 なんだが。嘘でしょ。やっぱり一回崩すとバタバタっといきますね。さっきまで煽り倒してたのに。まずい。これで負けたら SNS で何書かれるか。もう結構当てたろ。あ、当たったけどまだか。もう一発。いやエッグが収まるまで待った方がいい。焦るな。落ち着け。この勝負焦ったやつが負ける。おぼぼ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 。危ないでしょうが。いや長い。エッグの攻撃長くなってる。いや長くなってるんじゃなくて止まらなくなってる。もうきっと女王様もギリギリなのでしょう。と。止まった。チェックメイトー。はぁ。長かった。マリサお疲れ様でした。ということで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。みなさん、今まで、本当にありがとう。頑張れ、大好き。しっかりやってた。熱々。頑張れ、できる、頑張れ、もっとやれるって。やれる気持ちの問題だ、頑張れ、そこで諦めるな、絶対に頑張れ、積極的にポジティブに頑張る。熱々な米ありがとうな。さらに温暖化が進みました。ということで赤いカップのレイムと、青いマグカップのフランと、精霊のマリサだぜ。この当たり前体操とこのおなじみの挨拶も本日で終了となります。いやー、短いよカップヘッドさんということなので前にやったステージをもう一回プレイしたいと思います。いや、まだまだ遊びたいのはわかるが同じステージをまた皆様にお見せするのはどうだろうか。我々がどれだけ上手くなったかをここで見せつけてやるんですよ。でももうすでに被弾してる奴がいるんだよね。違います、そんなものは跳ね返したんです。ハンデですよ。ハンデ、私だけ HP1 高いなんてずるいですからね。パリーして下の骨に当たったー。マリサも早く同じ HP にしてください、ずるいです。それとこれとは話が別なのよ。でも一回クリアしてるステージだからな、もう被弾するなんてことはありえないんだよ。何そのベタベタな振りは。いやでも我々ブランクを感じさせないプレイをかましてますね。これにはマドモアゼル部長も拍手喝采。誰だよ。で、マジで同じステージ普通にやっちまってるけどマジでなん需要ないよ。実はこのステージ隠しステージがあるんですって。ほう、隠しステージとなって、その出し方とはとんがりコーンを指にはめるだったかな。絶対違うだろう。確かこの次に出てくる犬を攻撃しないとかだったような。じゃあなんでここの映像を律儀に見せてるの？カットしろや。いやいや今までの我々の成長っぷりをお見せしないと。大して成長してません。これを見てもそんなこと言えるか？微妙なのよね。まあいい。この先のプレイを見て震え上がらせてやるわ。別の意味で震えそう。オッケーパリー。うわー。震えました。別の意味でな。ほらマリサここからですよ。犬の攻撃をかわし続ければいいんだろ。ここは全然難しくなかった記憶があるからな楽勝だろ。なんでも黒い煙を吐くようになるとか。オッケー様子見だな。ねえまだなの？結構時間経った気がするけど。ここまでのようだ。いや当たったじゃねえか。てか全然状況変わりませんけど。焦るな。耐えるんだ。ねえこれなんか間違ってない。いてー。裏ステージ出す前にやられちまうよ。まだ慌てるな。わいは先に行きます。お前これ絶対間違ってるから調べとけよな。倍速にしてるからいまいちわからないけど結構な時間避け続けてます。あ、これ攻撃して4体全てから黒い煙を出すんですって。お前今までの時間なんだってマジで無駄な時間。一番の被害者は視聴者様。皆様の貴重なお時間を無駄にしたことをここで謝罪いたします。黒髪黒スーツで謝れよ。いでで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 。皆さんこの音で私が今何をされてるかわかりますよね。うなき。わかんねえわ。で、何？これ攻撃していいの？ある一定のダメージが入ると黒煙を出すそうです。ですが一匹でも倒してしまうと。また最初からになります。案外普通のことだったってお前まだ裏ステージも出してないのに行く。さようなら。マリサー。お前まだ裏ステージも出してないのに何やってんだよ。いやお前のせいなんだわ。これホーミング使っていいのか？使ったら倒しちゃいそうな気がするんだが。確かにホーミングじゃ決まったやつに攻撃するのは難しいぞ。いやもう2体黒煙出てないか？いや3体出てるわ。もう白いあいつだけを狙い撃ちでいく。いや私そんな技量持ち合わせてないぞ。そうだこいつのエイム力はマイナスだった。きました。ほらこいつもこんなに喜んでくれている。今まで一回も触れることのなかったそいつ。やっと日の目を見ることができたな。で、ここからが裏ステージってことなんですか？なんか前回と変わってないような気がするんだ。変わったわ。めっちゃ変わったわ。そうだよ犬倒してないから全員集合だよ。さすが裏ステージ。簡単にはクリアさせてくれなさそうです。いや攻撃ほとんどなくね。え？消火栓とパイナポーだけ？かったな。おい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 裏ステージさんよ。裏ステージだからってビビってたが大したことないんじゃないのかい？あこれは今度こそ初見クリアありえますわ。だからそういうわかりやすいフラグ立てるのやめてくれって。もしかしたらこれは裏の裏の裏を書いた旗立てなのかもしれない。裏の裏の裏ってもうどっち向いてんのかわかんねえよ。でも確かに今までのステージと比べたら格段に簡単そうな気はする。もしかして本当にありえるのか？今日君たちは奇跡的な場面を目撃するかもしれない。いやでもカップヘッド初見クリアなんて世界中探せば結構いるだろ。奇跡的ってのは言い過ぎなんじゃないの？うちのチャンネルでは奇跡みたいなもんだろうが間違いありません。そこで奇跡的瞬間を待ってい無理でしたすみません。ちょっと待て思ったほど進んでないんだが、これは次こそは全然クリアできん。一体黒煙出てると気をつけて攻撃しない。あー、一体黒煙出てるんだから気をつけて攻撃しろよ。私のは狙わないと当たらないんで大丈夫ですよ。いや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 、そこ壁ありますのん。見えない壁でもあんのか。ちょっと待てここが一番の難関な気がしてきた。二人で攻撃するとわちゃわちゃになるので一人で攻撃する作戦に変更しました。私はガリー担当にさせられました。ですがその甲斐もあってかやっとここまで戻ってくることができましたよ。ここまで来ればもう勝ったも同然だな。そう言って赤い人さっきやられてましたけど。はは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 は。ほらご覧みんな笑ってるよ。お前しか笑ってねえよ。うわぁ。あとはよろし。助かったわ。これパイナポー汁でやられるじゃねえか。なんで今消火栓にパリーした？さすがチャリスの二段ジャンプ助かりました。お願いだからもう二度と消火栓にパリーしようとしないで。そのように心がけます。あとパイナポー手榴弾は撃つな。あれ攻撃すると分裂して当たる。さすがマリちゃん。黄色いものの分析させたら右に出るものはいませんね。バナナ、パイナポー、ひよこの分析はマリちゃんにお任せを。ひよこの性別だって瞬時にわかるから男。女。ひよこの性別判断ってすごい難しいって聞きますけどさすがですね。カップヘッドに全く関係ない能力。パイナポーの分析は役立っただろうが。あとは必殺技をどのタイミングで使うかですね。いやもうサクッと使っちまえよ。そしてまた貯めればいいだろ。必殺技でとどめを刺したいじゃないですか。変なこだわり持つな早く使え。ですってマリサ。どうします？ちょっと明日まで保有してもらってもいい？先にゲーム終わるわ。じゃあ私は次に被弾したら考えるわ。お前 HP1 なのよ。次被弾したらオダブスなのよ。すごい小獣とのように必殺技を使わせようとしてくるじゃ。使えばよかった。この子バカなんだ。命の危険を今感じました。必殺技と親孝行は早めにしとけってね。よしだいぶ相手も弱ってんだろ。ここでとどめの必殺技じゃー。やっておしまいなさい。このステージはそこまで尺取るところじゃないわ。いやお前がそれパリーすんなや。そうですね満タンでしたから意味なかったですね。そして私も便乗しますよマリサ。おいマジン、左右に蛇行して、マジー。おーん、そうだ帰ってこいマジン。できれば犬を攻撃してほしいのだがマジー。マジンが、心臓だけ残して、あれは魔人の形見、なんとしてでも回収し、もう無理だわ。何笑ってんだよ。そしてなんかここに来て N 側の攻撃が多くなってきてないか？パイナポーがやたら飛んできますね。ということは終わりも近いということなのかもしれない。なんだこれ N を攻撃すればいいのか？ゲームさん全員犬です。大きい犬を攻撃しないと意味ないのかもしれないな。さっきから耳掃除の棒を持ってるあの犬ですね。野球ボールだよ。ってなんで野球ボール？深く考えてはいけない。野球のコーチでもしてるんだろ。適当すぎねえか。あいつの指示棒さえ折ることができれば、状況は別に変わらないと思うよ。いやきっとあいつあれ肩たたたたきにも使ってると思うんだ。が多いのよ。おい私のホーミングなんでそんな外回りしてんだよ。うわー。マリサなんか上昇が早くない？あとはよろしく。私置いていくなよー。これ結構ダメージ与えたからまた最初からとか考えられない。いや絶対攻撃の数増えてるって。あのでかい犬が指示してるんすよ。集中的に狙ってけ。くそ。もっと早く必殺技使ってたら2回目がもう溜まってただろうに。だから言っただろうが。てか溜まってたー。これがお前らの最後だ。最後だよね。もうさすがに倒れるでしょ。倒れろや。急に切れたなー。もう勘弁してくださいよー。マジで頼むから。じゃー。意外に苦戦させられたんだが。はい。完全に舐めてましたね。何のご褒美もないですがやりましたね。確かに何か報酬は欲しいなって。引き続きましてまずこの壊れた器物を購入します。得体の知れない一品に金使いたくないけど。そして装備をしておきます。そしてこいつらに話しかける。いつだって私が勝者よ。右肩下がりになるなんて考えられない。あ、そうですか。去年より下じゃない。3位だなんて。え、これなんなの？2なら上々ですよ。は？そうですか。何やらこれがヒントになっているそうなんですよ。ヒント？何の？裏ボスと戦う方法ですよ。え？裏ボス？聞いてないんですけど。言ってないですからね。さっきのヒントを元にこの墓を調べていきますよ。右肩下がりがなんとかって言ってたから右下ってことか？違った。右下。ここは確実だと思うんですよね。2位の人は上々って言ってましたから、上のどれかだということなのか。場所的に2位の人の場所だと左上ってことになるが、まあここは反抗して真ん中の上を選んでおきますか。反抗する必要ある？実際間違ったじゃねえか。はい、間違えました。ということは左上を選んで、3位の人は下って言ってたので下の3位の場所となると被らない？え？どういうこと？もう迷宮入りですわ。じゃあ裏ボスとは戦えませんね。ご視聴ありがとうございました。あー助かったぜ。裏ボスなんて何時間戦うのかわかんねえからな。視聴者の人には申し訳ないがなんで解いちゃうの？マリサ解けましたよ。うん、見てたから知ってるよ。じゃあ早速行ってみますか。一休み？絶対一休みさせる気なんかないだろ。ふわー。なんか急に睡魔が。カップのミルクの中に睡眠薬でも盛られたか。今見た目はフラン、中身は私になってるの変じゃね？細かいことは気にする砂時計。お前どうしたのよその姿は。うちのチャンネルではうぜえと思ってカットしてたけど。うぜえとか言わないで。あんなに元気にぴょん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 してたじゃねえか。それが今はそんな姿に。きっと夢の中だからか時間とか関係ねえんだよ。うわなんかもう逃げ出したい。ってお前フランじゃねえか。そうか得体の知れない器物をつけてたからクッキー装備してねえわ。あなんかそうか残念。いや私も戦いたかったな。ちょっと待ってカオスすぎて理解が追いつく。早すぎるんこ。フランが全然助ける気なくて草。何？いつの間にやられてたの？いや助けてあげたい。でも器物つけないとダメなんでしょ？いや残念無念。私がいるんですけどー。もう謎を解いてしまえば器物をつける必要はございませんでした。なんてすっかすかなシステムだ。なので私は煙玉をつけてきたのでこの炎の棒、囲碁炎棒という説明の途中でやられないでいただき、ツッコミの途中でやられないでいただけますか。これ青い棒はダメージが当たらなくて炎の棒はダメージが入るみたいだな。そんなん瞬時に反応できねえって。もう棒は全部避けるってことでいいんじゃないです。あと赤いやつが入ってくる炎、これちょいと悪魔と天使が入れか。うちにこもってくるいざく。雷を避けてー、炎を避けてー、そして炎に当たる、雷を避けてー、そして敵を攻撃、とにかく攻撃、そしてまた雷を避けてー、そして炎を避けてー、そしてまた炎を避けたら、目の前に雷雨、炎ってる。もうダメだ、私がお前を絶対救ってみ。振り返れば炎を、無敵ローリングからの雷雨、炎を避けてからの火の玉、そして火の玉、無敵ローリングからの雷雨、突っ込み、この後も敗北は続く。そしてここで、おいらもうダメだ、もう無敵ローリングが怖え。布団に引きこもった。待たせたな。ヒーローは遅れてやってクワッポイズルってなもんだぜ。なんて私が来たからにはもう安心したまえ。必ずや瞬時にクリアへと導いてやろうではないか。頼もしすぎるぜ。知ってるか？私は今回煙玉というものを装備してきている。うろろおい。煙玉なら私も装備していますが、これはな、瞬時に移動ができるというものなんだ。知ってますね。つまりずっと瞬間移動していれば被弾することもないとお疲れ様でした。遅れてやってきたヒーローポンコツ。普通にポンコツだった。はいもう何戦目かわかりませんが50戦以上はしてるでしょうね。シンプルに地獄。遅れてやってきたヒーローもポンコツだったからクリアできる見込みもないし。それは今後のプレイを見て決めてくれるかい。今はまだ決断するには早すぎふざけんな。はいポンコツヒーローが決定いたしました。私は粘りの小五郎って言われてるからな。お前小五郎じゃねえだ。お疲れ様でした。え？まあ、しかもあんな恥じゃ助けることすらできませんよ。やられる場所もポンコツだったと。救いようがねえな。お前だよ。だが私は何回も戦ってやることに気づいたのです。くんか。マリサシャンプー変えた？何に気づいてんだよ。いや横を通り過ぎるたびにいい匂いが。戦いに集中しろっての。あ、そう、これはどうでもいいことなんですけど、うわ、マジか、向かい合った奴が悪魔に変わるんですよ。どうでもいいことじゃないよ。むしろ私がシャンプー変えたことより全然必要な情報だよ。ということなので危なくなったら後ろを向くんですよ。なるほど天使の攻撃は当たっても問題ないからな。ですがこれが頭がこんがらがってくるからさあ大変。慌てんぼうのサンタクロース状態になるわけです。慌ててるってことは分かった。あとはもう煙玉を使いながらって感じですかね。あれ？これ私必要だったかな？お前はただただ自分のポンコツさを披露しただけだったな。てかレイムは覚醒しすぎなんだよ。中の人入れ替わったんじゃないか説が濃厚になってくるで。おわ。さあ、案外大したことありませんでしたね。これ2人プレイの方が大変だと思います。あれ？やっぱり私必要なかったかな？ということで全ステージクリアー。失踪することなくクリアできて安心したわ。皆さんの圧のおかげでございます。もしや、伝説の呪われし器物が長年の時を超えてついに目覚めたというのか。それは持ち主から勇気を奪い取ってしまうものだとどこかで読んだ覚えがある。より強き敵と共にやればより多くの邪悪が向かうであろう。どういう意味だ。親父余計なことは言うな。せっかく全クリしたところなんだから。ということでカップヘッド実況は今回で最終回です。たくさんのご視聴とコメントとてもモチベに繋がりました。次、あの鬼畜芸に挑戦するかも。匂わせんな。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。